スイッチを入れますね。はい、スタート。この動画はワックストリプル X が溶ける前から実際に施術をし終わるまでの様子を撮ったものです。ここから3倍速にしていきます。今までのワックス脱毛はワックスを高温で全て溶かしてさらに冷ましてからでないと使えないものが多く、やけどなどのトラブルが多かったようです。このワックストリプル X は約37度で溶け出し、溶けたそばから使うことができるので心地よい温かい感覚で施術を受けていただけます。そろそろ3分ですね。では少し見てみましょうか。少しですが溶け始めてますね。でもまだこれでは使えないので、もう少し時間を置きますね。はい、また3倍速で進めます。では、ワックストリプル X の特徴を少しお話しします。このワックストリプル X は4種類のワックスを場所や毛の量、肌質によって使い分けて施術を行います。そして全商品が日本の厳しい、厚生労働省の認可を得ているので安心なんですね。5分経ったので見てみましょう。どうですかね。先ほどよりは少し滑らかになってきているのが分かりますか。少し柔らかくなってきましたね。最初のカチカチの状態からこのくらい柔らかくなってきました。7分くらいで細かい場所の、施術でしたら使えるくらいになりました。このような感じですね。この、ワックストリプル X は、施術後の肌が白くしっとりすることから、スキンケア脱毛とも言われています。また、毛根だけにアプローチして皮膚を引っ張らないので痛みが少ないのも特徴の一つですね。10分かからないうちにだいたいこのぐらいに溶けますね。溶けてますね。だいぶ柔らかくなってきました。さあ、では実際に塗ってみます。ここからはあっという間なのでこのスピード感をご覧ください。塗ってすぐですね。ここは倍速にしてないのですぐに乾きます。乾いたらすぐに剥がします。これで終了です。最後まで見ていただきありがとうございました。